朝一発完全クリア行く。朝の私の世界一うまいゲーム力があれば。しかし皆さんご心配なされるな。これ見てください。もうすでに坂本、寝起きの30分で肉びっしり詰めておいた。完全たる僕。埋めよう。ちょうどあるのよ。モル肉がある、モル肉が。それどうするかな。まあ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 、一回さ、戻ろうぜ。道は多分こっちで合ってるはず。ちょっと、あ、違うな。再構築された今、間違いないだよな。よしよしよし、行くか。動きはどうだ。ここで合ってんのかな。なんか肉を落としそうだけどね、こいつは。こいつは肉を落としそうだが、あれ間違ったか、場所。まあいいや。裏目を引いて、まあいい。パスファインダーみたいな感じしやがって。もしかして原型か。ピストンね。下ネタチックだぜ。防御の石。装備しよっか。どうしよっか。これがまともな肉か。うわー、黒いゼリーは飲むか。暴力上がった。腕きちょっと、うわ、強え。ボス用だね。ボス取っとこう。ワームの肉と。また勘違いしてんのかもしんない。石ぶん投げてガチンいけば2つの石になるみたいな。またそれも記憶違いかもしらん。こいつ外れればな。いや、もう捨てるか。脚力、防御の方が重要だ。捨てよう。さて、いかんか。いや、全部吸収されてる、呪いに。なんだ、ダメっぽい。いや、でも二足歩行してるな、たまに。であれば足はつかめるはず。もう一丁デーモンか。なんだこいつは。たまに僕んちのトイレにこういうの出てる。こういう虫、謎の虫、ひろ長いやつ、専用虫みたいなやつ。ワームなんだ。出る出る、たまに出る。よくわかんない虫っているよね。ゲジゲジじゃない、ほんとよくわかんないやつ出る。よくわかんない、回転してる。七不思議。いや、わからん。どんな虫が出ても僕もう博愛主義だから、いかなる虫が出ても優しくトイレットペーパーにくるんでトイレに流すを信条としている。おしっこで流すわけじゃないんだよ、わかる。1回分の水を使ってやってる、この優しさ。これがね、伝わっているか、虫に。いつか美少女に生まれ変わって僕の家に来てほしい、恩義に感じたら。やべえ、ダブルパイナイバーだ。やべえ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 、もう一回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 、死ぬ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 、やあ死ぬかよ。40、何を買えばいい。タラタラしてんじゃないわね。50、やっちゃった、許せ。初めからやっちゃった。
飛ばさせて40円で最も満足する駄菓子食品ラーメンババアも今60円ぐらいっすよなどと言っていけばあなたたちは喜びさんで私にサブスクスパチャを投げるということが予想されています。私はそのお金で焼肉を食べたいと思います。やつが来る6より。行こうぜ。ちけえよ。FF6 のマレッシャに帰れ。ビジュアルほど同じだぞこいつ。でもマレッシャでは確か世話になったはずだ。幽霊くん。あ、痛い。痛すぎる。鍵、鉱山2の鍵。まさかこれだけのダンジョンじゃないでしょうね。足鍛えが来た。やったぜ。どう、上がった？いい感じか。一回寝るね、枕で。コメント AI。 あ、じゃあダメだわ。それもう最初の1年分からず飽きるね。新ダンジョンだ。俺の足の輝きを見ろ。これが足の輝き。寝よう。しゃあない、起きててもしゃあない。腹壊させるか。まだだよ。痛くござるよ。え、早く。一発ビオレだ。あかん。戻ってきたね、多分。売ってくれ。どっかの鍵を手に入れたな。こんなゲームでもキャラデザが鳥山明という。このゲームをバカにする奴は僕は許さない。この神ゲーを。こんなゲームと故障したお前を許さない。セーブしよう。この後どうする？でももう進めないぞ。命の石売る？それしかないよね、僕らの残された道は。命の石を売って資金にするしかない。僕らはそれしかないんだ。え、ガチャしよう。ショップガチャ。
肉を買わねばな。うわー、このクソゲー売ってねえ。肉、マジか。肉売ってないでやんの。勘弁しろよ。鉱山のところに肉、あ、あるね。40でいる。あ、なんで命の石は売ってないからです。すみません、あれ売らなきゃダメです。ふう、おやすみ。ここ使わせて、この座敷。おやすみ、おやすみ。いや、足りない。300か。まあまあ持ってくのがいいのかもな。300か。80がね、確かね、攻撃力アップか防御力アップかどっちかなんだよね。だ、1個もない。くたばれ。黄色は何だ。透明人間か。またなかなか使い道が、想像が広がる薬ですね。ただね、時間が止まる2の透明に薬の、透明人間の薬の時間は30秒とかなんだよね。だから君らが考えてるような下水行いはできない。むしろ何ができる、最大何ができる。少しずつ舐めて小分けにすれば、そういう中岡慎太郎みたいな、中岡慎太郎イズムの考えは、なんだろうつまんねえんだよドラえもんにまず4次元ポケット頼むやつと同じぐらいつまんねえ。語るに値しねえ。5文字で論破していいか。その5億年ボタンって知ってる？そのボタンを押した瞬間、脳内で5億年が過ぎて、過ぎるまでずっと何もない空間で、ただ思考だけが働いて、寝ることも何にもできないところで5億年過ごして、戻ってきたら記憶を消してあげるけど、記憶を消して100万円あげるよってスイッチをあなたは押しますかっていう5億円ボタンってあるんだけど、それの中岡の答えは5億円ボタン押すか押さないかっていう二択の前に、中岡の答えは犬とか猫に押させるだからね。それつまんねえだろ。何武器装備してるわけ。恥を知れよ、恥を。ちょ、恥を知れよ。は？ちょ、恥を知れよ。何こいつ、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 本当に攻撃入ってない。しかもこんな恥知らずな多くがいたとは。多分ね、強すぎる強すぎる。あんね、110は減らしすぎよ。減らしすぎ、減らしすぎ。100は痛いな。